皆さん、こんにちは。清労科国際病院薬剤部の津田と申します。本日は抗菌薬と上手に付き合おうという内容でお話しします。抗菌薬は様々な場面で処方されると思います。なぜ、風邪には抗菌薬が処方されないのか。なぜ、抗菌薬が効かない菌が増えると良くないのか。正しく飲んでいただくために、 抗菌薬の適正使用について紹介します。抗菌薬という言葉を聞いて何を思う浮か見ますか風邪をひいた時に飲んだことがある以前もらった分が家に余っている症状が良くなったら飲むのをやめているさまざまな意見があるかもしれませんそれでは一般的な抗菌薬に対する認識を確認してみましょう こちらは定期的に実施されている抗菌薬意識調査レポートです。抗菌薬はウイルスをやっつけるかという質問に対して、半数以上の方がやっつけることができるという誤った認識を持っていることがわかります。抗菌薬は風邪に効くかという質問に対しても、半数近くの方が誤った認識を持っていることがわかります。 抗菌薬は早くやめるかどうかについても同様に多くの方が誤った認識を持っていることがわかります抗菌薬は感染症に使用しますがそもそも感染症とは何でしょうか病原体が体に侵入し熱や咳などの症状が出る病気のことですどこに侵入するかによって同じ病原体でも 症状がが異なることがありますまた病原体は大きさや構造によって細菌やウイルス心菌、寄生虫というものに分けられますそれでは抗菌薬はこれら全てに効果があるのでしょうか抗菌薬は細菌が増えるのを抑えたり細菌を壊したりする薬です 人の細胞にない細胞壁を壊したりして効果を発揮します。細菌によって生じる感染症は肺炎や中耳炎、膀胱炎などがあります。ウイルスによって生じる感染症は風邪やインフルエンザなどです。細菌とウイルスは大きさが全く異なるほか、増え方も異なるため、 抗菌薬はウイルスには効きません。では、実際に抗菌薬を適正に使用するためにはどうしたらよいか悩むことがあると思います。厚生労働省も参考にするための手引きを作成しています。これは外来診療で各医療従事者が主に抗菌薬の必要な状況と必要でない状況を 判別できるよう支援することを念頭に置いた内容となっています。急性気道感染症や下痢症を対象としています。急性気道感染症については、このようなフローズが示されています。例えば、重症の排血症のほか、インフルエンザ、咽頭炎、気管支援、 副鼻腔炎、肝胞などです。ここに示されている通り、肝房に抗菌薬は不要となります。いずれの場合も抗菌薬が必要な状況は限定されています。こちらは下痢に関してです。重症度によりますが、軽症の場合は基本的に対処療法のみとなり、 こちらも抗菌薬が必要な状況は限定されています。それでは、なぜ抗菌薬の適正使用が叫ばれているのでしょうか。薬剤体制に対して何も対策を講じない場合、2050年には世界で1000万人が死亡する可能性があり、癌の死亡患者数を上回るという報告が出ました。 そのため、国際社会が協調して、薬剤体制に取り組むことになりました。例えば、左が黄色ブドウ球菌という菌です。人の皮膚にいる菌の一つですが、これが体の中に入ってくると、髄膜炎など様々な重症感染症の原因になります。メチシリンという抗菌薬が効かなくなったものは、 MRSA と呼ばれます。右は緑膿菌という菌です。元気な方には病原性を示さない菌ですが、感染防御能力が低下した患者にとっては、問題の菌です。聞くはずのいくつかの抗菌薬に耐性を示すと、多剤耐性緑膿菌と呼ばれ、治療に難重します。 薬剤耐性菌は様々な問題を引き起こします。まず、感染症の病気が治りにくくなります。病気に効果が見込まれる薬の種類が少なく、治療に時間がかかるからです。また、様々な医療が困難になります。抗菌薬が効かないと、感染症の予防や治療が難しくなり、 さまざまな医療を安全に行えなくなってしまいますではなぜ薬剤耐性菌はできるのでしょうか抗菌薬を使うほど薬剤耐性菌ができる機会が増えると言われています通常時は体の中にはさまざまな害のない細菌がたくさんいます 感染症発症時は病原菌が増えて感染症を発症します。ここに抗菌薬を使用すると病原菌とともに体に害のない細菌も退治してしまいます。その結果薬剤耐性菌が残ることがあります。薬剤耐性菌が増殖し体の中に 薬剤耐性菌がたくさんいる状態になります。それでは、日本における耐性菌の現状はどうでしょうか。右の図は、細菌がどのぐらい該当の抗菌薬に耐性化しているかという内容です。肺炎などを引き起こす肺炎球菌のペニシリンという抗菌薬に対する耐性率は、 諸外国と比べて高くなっています。先ほどの MRSA も同様です。できるだけギリ札として取っておきたいカルバペネムという種類の抗菌薬に対する緑膿菌の耐性率も決して低くありません。こちらはバンコマイシンという抗菌薬が効かない長久菌が 2013年時点と2020年時点でどの程度報告されているか示している内容です2013年は届け出数が15都道府県でしたが2020年は26都道府県となっており全体数も増えていますまた抗菌薬を使うほど 薬剤耐性菌ができる機会が増えるとお伝えしましたが、今の日本の抗菌薬の使用量の傾向はどうでしょう ?2021 年は2013年と比較して約31.5%減少しています。COVID-19 へ感染対策が徹底されたこと、受診患者数の減少など様々な要因があると考えられています。 量としては順調に減少していることがわかります抗菌薬全体は減っているもののその中身はどうでしょうかこれは抗菌薬適正使用の指標として推奨されている分類です黄色のものは WHO が臨床上の使用を推奨していないもの赤いものは 他の手段がない場合に使用すべきもの。紫色のウォッチ。こちらに関しては、耐性化が懸念されるため、限られた疾患や適用のみに使用すべきもの。緑色のアクセス。こちらは一般的な感染症の第一選択薬、または第二選択薬となる抗菌薬です。 WHO は抗菌薬全体に占めるアクセスの割合を60%以上にすることを目標としていますが、まだまだアクセス以外の抗菌薬が多い状況です。そこで薬剤耐性を防ぐために皆さんにお願いしたいことです。抗菌薬は飲み切ってください。また医師の指示通りの量を飲んでください。 人にあげたり、自己判断で飲まないようにしてください。抗菌薬を飲み切っていただきたい理由です。症状が改善しても、原因となった細菌が体の中にまだ残っている可能性があります。抗菌薬を必要とする期間は、原因によって異なるため、処方された期間、しっかりと飲むことが重要です。 医師の指示通り、飲んでいただきたい理由です。1日1回で飲んだ方が良い抗菌薬であったり、複数回に分けて飲んだ方が良い抗菌薬など、様々あります。また、しっかりと効果がある十分な量を飲んでいただきたいと思います。腎臓の機能や肝臓の機能によって、お薬の量を調節していることもあります。 み上げたり、自己判断で飲まないでいただきたい理由です今回の感染症には効果がないかもしれません不適切な使用で耐性菌が増えるかもしれませんまた思わぬ副作用が出る可能性もあります例えば飲み合わせによって思いもよらない結果となることがあります これはレボフロキサシンという抗菌薬と便を柔らかくするのに使用されたりするマグネシウムの飲み合わせです。レボフロキサシンのみで飲むよりも一緒に飲むと体の中に入ってくる薬の量が低下します。結果、思っていたよりも効果が悪くなることがあります。なお、 皆さんが抗菌薬を服用する上で気になる点として副作用があるかと思います抗菌薬の多い副作用は下痢ですが腸内の環境を保つ細菌も攻撃してしまうためです副作用で抗菌薬を飲み続けるか悩む場合は医師や薬剤師に相談してください医薬品には 必ずリスクがありますがそのリスクを最小限にするためにも適正使用が重要となります適正に使用したにもかかわらず副作用が出て一定の健康被害が出た場合に救済される制度もありますこちらも十分に周知されてはいませんがこのような仕組みがあることはぜひ覚えておいてください 再度のお願いですが薬剤耐性の予防のために抗菌薬は医師の指示通りに飲み切ってください抗菌薬は取っておかない人にあげない自己判断で飲まないようにしてくださいまたわからないことは医師や薬剤師に聞いてください薬剤耐性を身近に捉えていただくために様々な取り組みがされていますこれはその一例ですが AMR 臨床リファレンスセンターというところのホームページには薬剤体制についてとてもわかりやすくまとまっています。ぜひ未来のために抗菌薬と上手に付き合い、薬剤体制を防いでいきましょう。ご清聴ありがとうございました。